小国寺、宗丹稲荷宗丹犬は、京都市上京区の小国寺に伝わる化け狐。宗丹の名の通り、先家茶道の基礎を固めた人物、浅草丹に化けて、しばしば茶席に現れたと言われる。ある時に、小国寺で浅草丹の茶会が開かれた。宗丹の見事な手前は、出席した茶人たちは、もちろんのこと、普段からそれを見慣れている弟子たちですら見とれるほどだった。 ところが、宗丹がその場を去った後、また宗丹が現れ、遅刻してきたことを詫びた。そのようなことが何度かあり、弟子たちは宗丹に偽物がいると考え始めた。後日、茶室に宗丹が現れた時を見計らい、弟子たちは宗丹本人が自宅にいることを確かめた上で、偽、宗丹を問い詰めた。すると、偽宗丹は素直に自分が偽物であることを明かし、 自分は、寺の矢部に住む古狐であり、ずっと宗丹の手前に憧れていたので、いつか、自分も、そのような手前をしてみたかった。もう二度と、悪さをしないとわび、狐の姿となって逃げ去った。弟子たちは、宗丹狐の腕前に感心し、狐を追うことはなかった。時は、流れて幕末。宗丹狐は運水に分けて、小国寺で勉強をしていた。 他の運水たちと共に座禅を組み、宅発に回り、時には寺の財政難を立て直すべく力を尽くした。門前の家で語を打つこともあった。語に熱中するあまり、狐の尻尾を出してしまうこともあったが、人々は狐の正体を知りつつも付き合っていた。ある年の盆、門前の豆腐屋が資金難から倒産寸前に陥っていた。相単狐は、蓮の葉を、 たくさん集めてきて、それを売って、金に変えて、大豆を買うよう進めた。豆腐屋はそのおかげで店を立て直すことができた。お礼をしようと考えた豆腐屋は、狐の大好物であるネズミの天ぷらを作って、相談狐に送った。しかし相談狐は、それを食べると人髄力が失われると言って遠慮した。とは言うものの目は大好物に釘付けで、つい我慢できずに、 それを食べてしまった。途端に相談狐は、元の狐の姿に戻り、それを見た近所の犬たちが激しく吠えを始めた。狐はとっさに藪の中に逃げ込んだが、慌てたために井戸に落ち、命を落としてしまった。小国寺は、寺のために尽くしてくれた相談狐の死を哀れみ、宗丹稲荷として、祠を築き、狐を、騒動の守護神とした。 現在でも、総丹稲荷は、小国寺境内に祀られている。ありがとうございます。